ハッピートイチャンネルへようこそ。こんにちは、ピーパパです。レベルアップライダーシリーズのマキシマムマイティ X、 マキシマムゲーマーレベル99レベルマックスを作ってみました。ではちょっと外観を見ていきましょう。はい、足の方からこんな感じですね。はい、結構細かい部分まで、まあ、レゴでですね、実際のレベルアップライダーシリーズが合体できるような形で再現できたんではないかと思ってます。まあ、ヒントになったのは、レベル1ボディですね。レベル1ボディの、はい、なんですかね、こう後ろから差し込むんじゃなくて上から差し込み式にちょっとしてみました。なので横から見た感じ、ここがだいぶ大きくはなってるんですけど、正面から見たらですね、ちょうどすっぽり入ってエグゼイドが顔が出せるっていう風な形です。でもちろんこれ外すこともできます。で、こういう風な形で、まあ、中に入れるんですけど、はい、これで、レベル99のエグゼイドが出てきて、まあ、ロボットマキシマムゲーマーのですね、はい、こちらの方の大きい方もこのように、なんですかね、離脱することもできます。でこのような形で、他のですね、レベルアップライダーシリーズも載せることができます。ただですね、ノックアウトファイターゲーマーのパラドクスはですね、足がここが曲がらないので残念ながら、はい、載せることはできません。まあでもレベルアップライダーシリーズでも全てのライダーがレベル1ボディを着れない状態なので、そこは一緒かなと思ってます。まあ今回は待ちきれなくてこのレベルマックスボディをですね、作っちゃったわけなんですけど、ぜひですね、バンダイさんでこのレベルマックスのボディ、このエグゼイトと合体できるやつですねを作ってほしいです。その時はもう絶対買います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、レゴで、マキシマムゲーマーの、ですね、レベル99のボディをですね、ハッピーパパが作ってみました。結構まあ完成度的には良かったんじゃないかなと思ってます。実際のこう何ですかね、レベルアップライダーシリーズもちょっと合体できるので、はい、そこはすごく良かったなと思います。まあこういう形でですね、ハッピートイチャンネルではですね、レゴ作品をですね、まあ、仮面ライダーエグゼイトとかですね、宇宙戦隊キューレンジャーの、レゴを作って、動画をアップしたり、今こちらの方に並んでいる、仮面ライダーエグゼイドのおもちゃであったり、宇宙戦隊キューレンジャーのですね、おもちゃの開封、そして遊びの紹介をさせていただいてます。で、また今後ですね、こういう風な形で、おもちゃの開封、レゴの作品のですね、動画を紹介していきたいと思ってますので、ぜひぜひチャンネル登録してないという方はですね、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。続々チャンネル登録していただいてみたいです。すごくありがたいです。ありがとうございます。まあ、こんな感じでですね、レゴでこういう風な作品作ってほしいという風なご意見があったらですね、コメント欄の方に、記載していただいたらありがたいです。よろしくお願いします。今回も、ハッピートイチャンネルご視聴していただいてありがとうございました。またの視聴お願いします。以上です。同じレベル99でもこんなに差が出てしまうんですね。